よいしょ。花粉はすごいです。花粉はすごいですよ。だから結構鼻声だったりガラガラ声の時も多かったんだけど、途中なんかガラ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 ってなってる時があってやばかったんだけど、なんとかなってます。皆さんご心配おかけしました。なんかもうありがとうみたいな、ガラガラみたいな時があったんだけど、ちょこちょこやばいよね。気にならなかった、よかった、無理しない、ありがとうございます。でも一番最初の時に比べたらもう全然マシになってるからよかったと思って。ありがとうございました。よかなかった、本当よかったです。みんなもう6月が楽しみ。あ、じゃあさ、イベント受付中にしとく。明日のお昼までなので、よかったら申し込んでみてください。今日よかったよとか、今日のを見て行きたいなって思ってくださった方はぜひツーショット会も応募していただけると嬉しいです。なんか今回は自分で決めれるところをショコラポーズにしたんだけど、ショコラポーズで撮りたいって方が多かったからショコラポーズにしたんだけど、次回からはどうしようかなって、各部変えるもいいし、悩んでる。なんか一部二部と三部四部で変えようかなとか思ったり。でも服装変えてるから、まあ、違った写真にはなるんだけど悩んでます。同じ方も来てくださるからね。あ、今日最高だったから6月の撮影会追加した、ありがとうございます。早速嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ距離近いですよね。うんうん、各部お洋服とかも買えるので、できる方は全部の部撮ってもらえたら嬉しいなと思いますね。みんなの写真見てたら行きたくなりました。ぜひぜひお待ちしております。あ、早速追加しました、ありがとうございます。嬉しい。あ、そう、明日締め切り、今日があの祝日なので明日が締め切りなんです。おすすめの部、まだ服装決めてないから全然何とも言えませんが、一部はおはようができます、はい、っていうのはありますね。オンラインお話し会ではないおはようがありますはい、そう、服と髪型変えてるから、まあ、全く同じものにはならないから変えなくてもいいかなと思ってたり、そのポーズで撮りたかったって方がいるかもしれないからね、悩んでるけど、うん、追加しまくってありがとうございます、嬉しいね。どんな感じかね、様子見ないと分かんないもんね。あ、イーちゃんレーン結構見えましたよね。どれかやばくてびっくりした。ぜひ次回は申し込んでもらえたら嬉しいです。待ってますいつかツーショット行きたいと思ってます。またやったし、6月にやるのでぜひ応募してみてください。今受付中です大次回参加したい、ぜひ、ただいま受付中ですので、ぜひぜひ。
今日ので部ごとに衣装違うの知ったので全部参加できるように買い増ししました。ありがとうございます。でぜひお時間ある方はね、どの部も会いに来てもらえたら嬉しいです。全部の部撮ったありがとうございます。嬉しい、ワクワクできる。ゆうまさん、ビギナーこんばんは。お、直筆の写真も当たったので次回ツーショット申し込みました。ありがとうございます。嬉しいよ。カチューシャ可愛かった。プレゼントでいただいたやつなんですよね、あのカチューシャ。どこのだったんだろう。メイクよりいつもより可愛い。嬉しい。やっぱ気合入ってるからかな。でもいつもショールームの時はお肌メイクしてなかったりするんだけど、落としちゃったりして、今日お肌もやってるからかな。うん、ね、メンバーステイポーズに参考あってもいいかもしれないけど、ちょっとランが1個しかないからどうしようかなと思ってます。次、6月も行きますって。嬉しい。お話が得意じゃないよって人でもツーショットなら心配ないし、何よりしょこちゃん可愛い。ありがとうございます。そうだね、あのお話し会ではないので結構テンポよく進んでっちゃうかもしれないんだけど、そう、逆にね、お話苦手な方は思い出も残せるし、なんか何のポーズにするっていうお話はできるからいいかな。コラボポーズイコールとエルどちらでもか。そうですね、なんか結構ブースというかレーンによって、なんかそれはいいですよとかそれはダメですよっていうルールがなんかこう曖昧だって、そう、メンバー同士でもえ、これって大丈夫だったよねみたいな感じだったので、多分次回は改善されるかなと思います。すいません、なんかね、できませんって言われたのに他の人とやってるじゃんって思う方ももしかしたらね、今回いたかもしれないんだけど、そう、なんかそう、最初私のレーンでは見つめ合いがダメって言われてて、前向いてくださいって言われてて、そう、あ、え、みたいな、そうなんだと思って、ずっとあの見つめ合い断ってて、前半一部二部かな、そうで、ごめんねって言ってたんだけど、他の一部かな二部かな、ちょっと忘れちゃった、メンバーに聞いたら全然やってるよって言われて、え、みたいな、私なんで注意されたんだろうって最初なって、そう、でもその後は大丈夫になって注意されなくなって、なので本当にあの断ってしまった方本当に申し訳ないし、あのスタッフさんにも前向いててくださいって言われた方もごめんなさいっていう気持ちでいっぱいですし、あのイコラブポーズで、あの私がイコールで、あのこの来てくださった方がなんかラブやるねっていう方も、最初なんかあの最初というか途中かな、途中からなんか私のレーンはあの、あ、2人とも同じポーズじゃないとダメですって言われたんですよ。イコールだったらイコール、 L だったら L だけど、あの後から確認したら、そのこれイコールラブになってるから、なんかイコラブポーズで大丈夫っていうふうに言われて、あのその後からはあのイコールラブだったら大丈夫っていうふうになってるから、やってる方もいるんだけど、本当に断ったり注視されてしまった方は本当に申し訳ないなって感じです。また次の機会に見つめ合いだったりイコールラブだったりできたらなと思います。本当にすいません、なかなか難しいね。ジュアルチューさん、ありがとう、キューピットクマちゃん、アイラブ、ありがとうございます。チャーになってる。そうなんだよね、ごめんなさい。楽しかったって思ってもらえて嬉しいです。大きなハートが一番近づけ、大きなハート、でも近くはなんか何でもいける気がする。そう、6月は1000日なんです。千日の時だから一緒に千ポーズかなって思ってますけど、なんで千なのって、ショールーム見てない方、なんで千なのって思う方もいるかもしれないですね。うん、ちょっとしかねお話はね聞
構難しいよね。ツーショットは結構ピースならこうバリエーション何でもなんか何でもありなんか何でもありだからなんか結構自由な気がするけどな。だから次は悩んでますけど、うん、そうね、レーンによってダメですって言われるのが違った。そう、ショコの方向いてハートしたらこっち向いてって言われて、そうこっち向いてくださいって言われた方もいて、あの全然禁止じゃなかったんだけど私のレーンは注意された方が何人かいらっしゃって、そう結構あれで、まあ、嫌な気持ちをしてしまった方もねいるかもしれないなと思ってごめんなさい。多分次からは改善されるかなと思います。なんか私ももう何がダメで何がダメですって言われたら、あダメなんだって思っちゃってたから、うん、そう申し訳ないなって思いましたね。あ確かに椅子ちょっと高かったよね。なんかみんな足ついてたんだけど私めっちゃ椅子に足上げててなんか深く座っちゃってて、なんかあ足下げた方が良かったのかなって。ね、まあね、そう最初だからやってみなきゃ分かんないしルール的にも難しいところはあったんだけどね、ちょっとね部が進むごとにアクリルに近くなってきた。嘘、なんか最初椅子がそもそも遠くって、なんか途中でなんかハードとかもなんかこうなってて遠いなーってなってたんだけど、うん、ね、難しいよね。そう6月はまた改善されると思うし、またルールが変わってたりするかもしれないし、わかんないけどポーズがなんか変わるのかわかんないし、そうだね、うちわとか持ってる方もいたのでタオルとか持つのは平気だと思います。うん、ギャルピースとか結構いろいろできました。逆にハートでグッと注意されてるメンバーもいて、そうもう本当にレーンによって違った感じ。私のレーンはこれで最初ダメかなと思ったんだけど、そういけたから、みんなこれであの注文受けた方は注文ってお店みたいになっちゃう、そうこれやろうって言ってくださった方はできたんだけど、他のレーンではこれ注意されてるメンバーがいたりとか、もう本当にあのもうレーンによって違かったから、そうそうだね、統一したいよね。部ごとに指定ポーズ変えてるメンバーいた。うん、あ全部のイコラムは全部の部か分かんないけど、1部2部3部4部で分けてるメンバーがいたりでしたね。そうだけど私はお洋服変わってるから一旦は全部一緒にして、ショコラポーズ撮りたいって方がこのショールームで聞いた時にショコラポーズしたいっていう方が多かったから、一旦はそう全部統一にしちゃいました。お洋服と髪型とか変えてるから同じ写真にはならないかなって思うけど、まあちょっとまたね6月近くなってなんかね一個決めなきゃいけないってなった時にまた聞こうかなと思いますね。うん、いやそうあのねショコラポーズできない方多すぎた多すぎました。まあ難しいとは思うんだけど、これの方とか結構いたり、なんかこういう方がいたり、あのなんかショコラポーズできない方多かった、難しいのかと思うんだけどさ、こう2本ピースだからねこれもうんそうぜひ今度やるときはこうですからね。
ね、難しい。私も猫背になっちゃった。なんかハートとかやるときこうなっちゃってた。そう、ちょっと難しいよね。椅子ちょっと高かったよね楽しそうだったらツーショット申し込みました。ありがとうございます。嬉しい。そう、見つめ合いもね、ちょっとできなかった方、次は絶対リベンジしましょう。なんかまた来てくださった方とかには見つめ合い大丈夫だったよって言ったりとかもできたんだけど、あの一回断っちゃって、その後の分にあの、あ、行けなかったって方も多分いると思うから。ぬいぐるみも大丈夫だと思った。わかんない、次回になったらまたルールが変わってたらわかんないですけど、そう、今日は大丈夫でしたね。まあね、最初のイベントって難しいですよね。これピースは結構響くないですかね、結構これがまあ普通のピースだよね間違ってた方多いよね。正解はこれです。人差し指と中指だけ立ってるのは2本です。最初のショコラポーズ、ね、こうなってる方もいた。あとはなんか片手こうで片手こうとかそう、むずいよね。片手だけ指一本なってた。そうそう、なんかね、結構まあ片手できてるからいっかとか思っちゃったけど、そうなんだよね翔子ちゃんって本当に生きてたんだって言ってた。生きてます、一応。ジワルチューさん、ありがとうピタコマちゃん、アイラブ、ありがとうございます。そうだよね、次回からルールがね、厳しくなったりとかもあると思う。何も持ち込んじゃいけないですとかもありえるからね、むずい。つるつるって方が多いね名札つけてる方少なかった。やっぱ映りたくないのかな、名札が。で、なんとかですって言われても聞き取れんって言っちゃう方もいたから、なんかやっぱあのアクリル板はね、結構聞き取りにくいですね。うん、あ、ちゃんとショコラポーズになってた、よかった。次はしょこちゃんレイ行ってみたら待ってます。次は花声じゃない私が待ってると信じてます。長谷田さん、ありがペンギン、ペン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 、ありがとうございます。ショコラポーズは結構初期にできました、7年前ぐらい。終わってからメンバー同士で意見交換とかしはりました。意見交換っていうか、え、私見つめ合いダメだったんだけどダメだった？みたいに聞いたら、え、大丈夫だったよみたいな感じだったから、嘘ってなって。そうとか、なんかそう、いろいろなんかそういうのは、そう、あ、やっぱ例によって違うんだと思って。名札あった方がありがたいですね。うん、結構名札見せて「なんとかだよ」って言ってポッケにしまう方もいたね。
鼻声気づかなかった？嘘？よかった。朝がやばすぎて、やばすぎたね。そうだね、お話し会じゃないからね。あ、ラフォーレパーカーも結構いらっしゃいました。十何人か、何十人、うん、十何人ぐらいいたかな、忘れちゃった、10人ぐらい、ちょっと分かんない、数えてないけど、いっぱいいらっしゃった。ピンクの方も黒の方も。ね、してない方多かった。それはね、結構ねしてない方多いねっていう話もした。ウルトラさん、ラーラーラー、虹がありがとうございます。あ、よかった、みんな感じなかったって花粉症、よかった、初めてだった、可愛かったです、ありがとうございます、嬉しい。またぜひ6月もお待ちしております。くしゃみは危ない時はあったんだけど大丈夫だった。楽屋に戻って2連続でくしゃみした。ね、みんな虹乗せてたね、すごいめっちゃ綺麗な虹だったね。見た、おはいさん、ありがとう、ベッドクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。セーフギリ、そう、6月は横浜です、私の庭。上に戻ってこれたね、すごいいいですね。そう、次回はショコの庭です。でも私も雨当たってないです、よかった、よかった。恐怖、高速道路通行止めとかきつくないか、それは下道で。そんな嵐だったんだ。ああ、飛行機も新幹線も止まった。きつい。雨やだーからの虹きれいって感じ。許せるよね、まだ。虹だったら。あ、そう、あとね、もう目がしょぼしょぼしすぎて、僕、こうやってなってた、途中。こうやってなってた。後半、しょぼしょぼしすぎた。電車も遅延してたんだ。ゾロゾロさん、右な、こんばんは、ありがとうございます。新幹線20分遅れ。え、でもなんだっけ、ユニバーからの帰りの時もなんか私たちなんか2便に分かれたんだけど、1便の人は1時間ぐらい遅れてたらしくて、私が帰った時は15分ぐらいだったからよかったんだけど。あ、それも結構いた。マスク外すの忘れてたっていう方結構いらっしゃった。取り終わってから、やばい、マスク外すの忘れてた。まあ、マスクしてた方が漏れるからいいんじゃないですか。そういうのがあっても。今日誕生日おめでとうございます、俊足さん、ハッピーバースデー。素敵な一年にしてください。私にいっぱい会いに来てね、ありがとうございます。ぜひ今日来てくださった方も、行けなかったよって方も、ただいまオンラインもありますし、対面お話し会もツーショット撮影会もありますので、受付中です。ぜひ私のツイッターちょっとだけ遡ってもらって、昨日の投稿をぜひ応募していただけたらなと思います。
お、昨日のゲーミング後で見るね。ありがとうございます。そう、今日祝日だから明日まで応募できます。そう、撮影会は今までこういう感じのはなかったし、思い出として残せる、携帯に残せるっていうのがいいですよね。そこはスタッフさんのピースですの声聞こえてたの。聞こえてる時と聞こえてない時がありました。結構なんか言われてもなんて言ってたんだろうってなって、ピースですなのかハートですなのか、なんかなんとかですしか聞こえないとくて、何のポーズって聞いたりとかもあったから、そう、まあその時によりましたね。あ、ゲーミング行ったよって報告したことで名古屋行くようになってしまった。どちらも嬉しいですありがとうございます。あ、スタッフさんにもショコにもポーズ伝えてた。そうなんだよね、聞き取れた時あーハートねーってとかできるんだけど、うん、そうね。でもそれメンバーも話してた、なんか何のポーズって結局聞き取れなくって、結局聞いちゃってたから、なんかその場でいいよねってメンバーで話してた。うん、直前に変えてもいいと思う。なんか「ピースがいい、ピースです」って言われたのにハート作ったりしてたから、全然、うん、全然変えていいと思います。多分改善されるんじゃないかな次って思ってる。分かんないけど、次も同じだったら、次も同じだったら変えていいと思います。あんちゃんは配信でそれだと中に入ってから悩む。考えてきては欲しいよね、どれにするか。でもまあ、どれにしようかなはあんまりよろしくないかもしれないけど、ピースがいいですってスタッフさんに言ってて、あ、ハート、やっぱりハートでみたいな。なんかもはやなんかその受付前で、どれにしようかなって言ってる方も、あ、中で決めれますって言われてたりしてたから、もう中で決めていいんだと思う結局ね。だけど悩むのはあれかな、あんまりあれだよね、時間が迫ってきちゃうからね。ねね、言ったポーズと違うポーズスタッフさんに言われて言い直せなかったって言ってる人いた。そうそう、結構なんか「フェイスのポーズお願いします」って言われたけど「あ、ハートで」とか結構あったから、そう、全然ハートでもう言ってもらえればもうハートにするから。アニオさん、ビギナーこんばんは、ありがとうございます。そこにあるポーズだったら何でも大丈夫。なんかなんか今回だとピースハートイコラブポーズあとショコラだったんだけど、なんかなんだろう、別のなんか別のポーズって言われたらちょっと無理なんだけど、まあそれに寄せたなんか猫耳とかだったらピースでできるから、なんかそういう感じでいろんなポーズできたらなと思いますね。試行錯誤して、結構デスターシャやりたいって方いたんだけど、デスターシャってこうじゃないですか。だからもうピースにしてこうやってやったりとか、ショコラポーズにしてこうやってやったりとか、みんななんかこう、そう考えてそう、近いポーズをしてました。そう、アニオさん、ビギナーありがとうございました、こちらこそ。ライオンレーンでショコちゃんの手振ってまたハートもらって幸せでした。今度有限でいきます、ありがとうございます、お待ちしてます。めいちゃん、ただいま受付中ですので、よかったら応募よろしくお願いします。でも結局さ、向き合おうとかさ話せるから、
変更 OK、 うん、すぐに決めてもらえれば、なんかもうね違う方も結構いたから、なんかどうしようみたいな感じが一番なんか多分スタッフさん的にも困っちゃうと思うから、うん、入るときに結局ねハートポーズでって言われてもどのハートにするとかなっちゃうから、うん、ひでちゃん、ありがとう、ピットクマちゃん、I love you、 ありがとうございます。そう、ランポーズ、走るポーズで、こうショコラポーズで走りながらショコラポーズとか、なんかそのポーズをしてれば結構なんでもいい感じな気がした。でまあレーンによって違ったりとか、次回はどうなるか全然わかんないんだけど。トンチ聞かせてください。ピースになってたら何でもいいんです。ハートだったら何でもいいんです。もう何でも何でも何でもいいんです。そうだね、まあ次回には、うん、どうしよう、何にするが一番多分、じゃあハードにしようとかなっちゃうと思うから、そうね、それは難しかったね。難しいと思うけど、うん、あ、ハートでクマちゃんの方もいた。ほっぺがいいなら頭一緒みたいな、こうハートクマみたいな。そう、これはできないけどこれだったらいいよみたいな。まゆさん、ビギナーありがとうございます。うん。メンバーもね、そうメンバー同士で話し合って、これ大丈夫だったみたいなとか、うん、結構あったから、むずいところではある。そう、なんかその例によって違うっていうのが一番むずくて、そう、表情して、あ、表情してありましたよ、全力笑顔でとか、なんかミリニャみたいにとかとか、そうあったよ、表情、でも表情なんでも、なんか 変顔とか言わない限りは何でもいいです。あ、真顔でもいいですよ、はい、何でも。何でも、まあそう、次回までにまたルールが変わっちゃうかもしれないから、それは分からない、何とも言えないんだけど、今回はこんな感じでしたよって感じですね。はい、あ、字止めとかでもいいですよ。あ、そう、怒った顔とかも、うん、まあそう、メンバーによって嫌だっていうメンバーもいるかもしれないけど、うん。まあね、難しいよね、なんかその判定の感じが。ダメだったらダメって言われるから、言うだけ言ってください。感謝の薬飲んでますよ。初めて会いに来ました、リラックスさん、ありがとうございます。初見、今日初めましての方結構多かったね、ありがとうございます。あとはみんなの携帯が見れました。携帯にいろいろ挟んでる くれてる方とかもいて、
みんなのスマホがショコの方もいたり、エコラブで埋まってる方がいたり、嬉しかったですね。あ、画面は見てないですね。あら、ツーショット会でショコちゃんに惚れ申したいってよかった、嬉しい、ありがとうございます。とこんな声なのに惚れてくれて嬉しいです。また次回もぜひお待ちしております。なんか縦にカメラ3個の方も結構多かった気がする。縦にカメラ3個とかあるんだと思って、うん、15プロの方もいたね。とか、まあ、1個の方もいたし、そう、いろんな携帯があるんだなって思った。いろんな携帯がありました。目良すぎ、良すぎですか。なんかどれ見たらいいんだろうなって思って。今日のために携帯買いました、ありがとうございます。私もそろそろ買いたいですね。あと今日はね、結構野球好きの方が多かったかな。まあ今日に限ったことじゃないんだけど、今日多かったなと思いました。ベイスターズファンの方もそうじゃない方も、いろんな他の球団の方も多かったと思います。はい、そう、メガネ拭きでスマホめっちゃ拭いた。大事が必要くなるからね。撮った写真見て初めてショコちゃんこんなお洋服着てたって。まあ確かにみんなから見たら全身見えなかったりするもんね。フェイスターズの方もじゃ多かったけど、楽天もロッテもヤクルトもカープも阪神も、いろいろいました。中日もいっぱいいました。例によっては全身取ってもらえなかった。本当に例によるよね、統一したいよね。イベントは今日みたいなツーショット撮影会だったり、対面お話会、お話がメインの対面お話会だったり、どこでも参加できるよっていうオンラインお話会の受付をしております。ただいま私の昨日のツイートをぜひリツイートするね。今リツイートするね。明日のお昼12時まで受付中なので、背中で撮ってた人、背中はね多分ダメなんだと思う、座んなきゃいけないからって思ってる。リツイートしとくね。はい、ツイートしました。4月6日は最終受付です。今日のチョコレートの撮影スタッフさんうまかった。おー、顔が映らないとダメ。あ、そうなんだ。なんかわかんない、その辺はちょっとわかんないけど、まあ座んなきゃいけないからね。背中は結構むずいですね。この角度どうにかこうやってやるしかない。
6月ツーショット行くよって待ってます、ありがとうございます。ツーショット会少しは喋れます。少しポーズどうするとか、そうちょっと喋れるけど全然お話し会のようには喋れないかなと思いますね。あ、かぶり物も目が出てれば OK っていう人がいた。なるほどなるほど、難しいね。マサノさんを感じる。嘘、まあメンバーをね取りまくってますから毎日のように。友達がマイカちゃんツーショット白飛びしててめっちゃ落ち込んで見たかも。なんか白飛びやばい白飛びやばかったみたいな。それはさどうにかならないのかね。撮ったのこれだったんですけどって言ったらさどうにかならないんですかねって思うけど。チョコちゃんどの写真見ても可愛くてすごい。いや多分推しフィルターかかってるね。意外と髪長いんですね。髪長いんです、めっちゃ伸びてって。基本的にダメって言われた。まあ撮っちゃってるからね、撮っちゃってるからなんとも言えないよね。だって消しますって言ったってさ、決してゴミ箱とか戻ったらさゴミ箱に入ってるわけだしさ、難しいよね。え、私と撮った方で白飛びの方はいなかったですか。ちょっと自分が半面になっちゃったとかなんかそういうのは多分無理だとは思うんだけど、難しいよね。お顔ちっちゃかった、ありがとうございます。そうね、加工できる、明るく加工できたり暗く加工できるぐらいだったらいいですけど、真っ白白だったらね。イコラブちゃん以外のメンバーと写真撮ってないし、イコラブとも撮ってないです。撮り合いはしたんだけど、写真の撮り合いっこはしたんだけど、ツーショットとかは撮ってないな。ぼやけていても顔が誰か判別できたら撮り直し無理っぽい。そうなんだね、むずいよね、なんかね、むずいよね。半目はいっぱいそうだな、わかんないけど。ショコは半目じゃなかった、よかった。イヤリングも買いましたよ。なんなら一部こうやって髪で隠れてたのにイヤリングしてたからね。むずいよね。取り終わって確認してからレーン出るようにできた方がよさ。でもさ、そうするともう結構めっちゃ押しそうですよね。撮り直しは私はなかったと思います。
ちょっと追加してしまえた、ありがとうございます、嬉しい。そうなると今度はなんか確認しなきゃするってなったら、今度はなんだろう、発売するなんか人数とか限られちゃいそうだよね。発売する券を買える、うん、むずいよね、なんかわかんないけど。普通のカメラで渡したけど、スタッフさんがポートレートに変えて写真撮ってくれてた。それでさ、壁にピント合ってたらピエンだよね。あ、でもポートレートってさ、自分で消したりできるんだっけ、なんかわかんないけど。iPhone15 から変えれるのなくなったくない、そうなの、逆に逆に私の携帯は今11だけど変えれますよ、消すこともできるポートレート。5月の対面1から4分取れたから会いに行くで待ってます、ありがとうございます。ゆうのすけさん初見こんばんは、ありがとうございます。嬉しいよね、携帯によって違うしね、普段から今日みたいな部屋着けるの。今日なんか基本パーカーは、パーカーで寝るのは苦手ですね、あの寝てる時に首が締まっちゃうので短パンは夏はあります、でも羽織はないかな。そう、今回は明日のお昼まで受付中です。さっきリツイートしたの、あれリツイートしたっけ、したか。あ、剣坊さんタワーありがとうございます。タワー、剣坊さんありがとう、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 ありがとうございます。剣坊さんここです、剣坊さんありがとうございます。グレーのスウェット着てるイメージ、あー、唐揚げ、唐揚げトレーナーの時はあります、冬はなんか唐揚げトレーナーか武道館の長袖か白のなんか裏肝トレーナーかをこう一生ループしてる感じ、部屋着。ケンマミマミさん初見こんばんは、ありがとうございます。はい、結構トレーナーいろいろ着回してるって言ったら全然違うけど、はい、着回してます。少ないね、なんかパジャマっていうよりかはトレーナーが多いかな、たまにパジャマみたいなのも着るけど。さきほさん
熊お花見ありがとうございます。さきほさん熊花見ありがとうございます。ありが熊花見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 みみみみお花見ありがとうございます。ここにいます、ここです。ありがとうございます。さきほさん、ゆわるちゅうさん、ありがペンギンペンペンペンありがとうございます。今日何時まで、9時からやったから10時までです。メンバーによって右左の位置が違うのは利き顔ですね。私は右の方が好きなので右側に立たせていただいてます。あのファンの皆さんの中で右顔なのになっていう方いたらごめんなさいなんですけど、右顔になので右側に立たせていただいております。はい、みんなそうだと思います。健坊さん、タワーありがとうございます。2本目タワーありがとうございます。健坊さん、ありがたわ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 ありがとうございます。2本目ここです。ありがとうございます。感謝ありがとうございます。グループ内でも左右違いますよ。右左違います。煮卵さん、初見こんばんは。なんか聞かれた気がする。利き顔の方でいいって聞かれたんで、はい、利き顔がいいですって言いました。うん。まあね、私もイコラブ入るまで利き顔あんまり分かんなかったです。自分のセカンドシングルぐらいで、あ、右の方が漏れるわってなってそっから右です。でもイコラブは半々ぐらいかな。気が分かんなくていいですよ。どっちも漏れたらいいじゃないですか。私もこっちの顔好きになりたいけど好きになれない。なかなか。こっちで漏れるとテンションが上がります。でも。目が大きい方が利き顔って聞いたことある。ああ、人によるかも。私どっちが大きいかは分かんないけど、こっちの方が痩せてるんですよね、輪郭が。こっちの方が太ってる、なんか歪んでるから、こっちがいい、こっちが好きです。あ、そう、2部と3部の間でレーンの入り方が変わったよね。だから最初の方逆から入ってきたと思ったら、逆かってなって、そう、なんか入り方変わったよね。分かんない、効率的ってなったのかな、多分。やばいと、お疲れ様です。ぜひ機会があるとき。すぐしちゃうと思うのでしっかり休んでください。ありがとうございます。明日もちょい早ぐらいなので
頑張っておきます。でも今日対面お話し会じゃなくてよかったって思った。今日対面お話し会で多分終わってた今日はなんか対面よりも近かったから、距離がすっごい声張らないきゃいけないとかじゃなかったからよかったと思って。オンライン追加したありがとうございます。いっぱいお話しましょう。そう、入り方変わったんだよね。だから目合うのなんか私のところパーティションいつもなんか少ないよねみんな見えちゃってるよみたいな。位置変わったかと思って、位置は変わってないんだよね。だから私もびっくりしちゃった。喉途中終わっちゃった。ちょっと本当にガラッガラだった方はすいませんって感じ。本当にガラッガラの時あった。なんかもうありがとうみたいな時あったからびっくりしちゃった自分でも。私はそう、チラ見えしがちでもそれでなんか行きたいと思ってくださってる方がいらっしゃるから嬉しいですね。愛知までには直します。本当に願ってる。でも本当に徐々に良くなってってるから、あとは鼻声が治ればうんって思ってますね。歌うってなるとね、良くなりますように。私も明日の朝起きたら鼻声が治ってますようにって思ってます。ということで終わりたいと思います。ランキングタイム。薬は飲んでます。なんか鼻炎のなんかよくわかんない眠くならないやつ飲んでます。終わります。ランキングタイム。13位バンナナさん、12位ユキハさん、11位ウィルさん、10位ゆずきどさん、9位ヘブンさん、8位メリダさん、7位オファイさん、6位ハセタソさん、5位ウルトラさん、4位ヒデちゃん、3位ジワルチューさん、2位サキホさん、1位ケンボウさんです。ありがとうございます。2列目ユキナさん、タークン、ヒルカレーさん、中じいさん、ヨシヨシさん、オムちゃん、ルルルタンナさん、イトパンさん、アオちゃん、リュウセイさん、サユリさん、フクノシソさん、リースさん、ヨッさん、ユアルピーさん、人生じいちゃん、ハラディさん、ナオキさん、セータさん、P21 さん、わがらボーイさん、タカヒロンリーさんです。ありがとうございます。たくさんの星のギフトコメントありがとうございます、ただいまオンラインお話し会、対面お話し会、ツーショット撮影会受付中です。ツーショット撮影会は今日来てくださった方や、今日のなんだろうレポとか見て行きたいなって思ってくださった皆さんはぜひ申し込んでいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ということで終わります。ありがとうございました。感謝。おやすみなさい。みんなもゆっくり休んでくださいね。体調気をつけてね、みんな。ありがとうございました。感謝。おやすみなさい。